ハロー、皆さんこんにちは、るちゃんです。今日は台湾の2つの名物を紹介したいと思います。1つ目は、孫抓饼というものです。今回紹介したい店は、地下鉄の東物駅の近くのこちらです。永康街というところにあります。永康街は、いろんな日本人が多分お好みになる食べ物たくさんあると思うので、例えば小籠包で有名な鼎泰丰もこの辺にあります。足りない方もこちら自分でソースを添付けることができます。こちら辛いソースと甘いソースもあります。出来上がりました。今回私が注文したのは、卵、トッピングを卵にして、その他何も入ってないんで、卵とソースだけは入ってあります。食べてみたいと思います。ちょっと熱々です。とても熱いのでご気をつけてください。外はとてもサクサクで、あとその中身はちょっとトロッとしてる卵と、あともちもちのお米、もちもちにしたその生地でとても美味しそうです。熱い。美味しい。ソースはちょっと甘いの感じがします。とても美味しいです。なんか自分的にはやっぱりサクサクの感じが好きなので、その店によってその食感も違うので、サクサクのタイプとモチモチのタイプもあります。この店は結構その外はサクサクで中はモチモチにして、とても美味しいです。おすすめです。2つ目、皆様に紹介したいのは黒糖のタピオカミルクです。その黒糖のタピオカミルクは地下鉄のコンコアさんっていうところにあります。コンコアンさんの資格も台湾のトップ大学、台湾大学にあります。なので学生さんもよく行きます。一杯は40円です。氷と氷少なめと氷なしだけ言えばいいです。買ってきました。あとこれ、飲む前によく振ってから飲んでください。こんな感じですかね。黒糖はちゃんと、ミルクと一緒にその混ぜて、そちらの方が美味しいです。飲んでみたいと思います。なんか意外にそんなに甘くないんです。なんかちょっと甘いんだけど、もともと思ったのはなんか甘くて死にそうな甘さかなと自分は思ったんだけど、実際はそんなに甘くないのでとてもおすすめです。以上で本日の紹介でした。皆様がもし台湾に来たらぜひ食べてみてください。バイバイ。るーちゃん、るーちゃん、るーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。